よし、じゃあみんな水黒を逃がす。うん、逃がせよ。水黒を逃がしてくるから。じゃあ、上のポケモンセンターで待ち合わせにするか。あ、ポケセンじゃなきゃダメなのね。はよしいや、ポケセンつったやろ、ポケ。ポケセンとパソコン前ですね。言った、ポケセンって、誰か。言ったやろ、俺が。あ、戦闘が起きました。あ、戦闘が起きました。はよ、ノロマポケモン使って倒してこいよ。お前、何装置使ってんねん、アホちゃうか。いや、下げてたらヒットポイント1しかないから死んじゃうよ。こんなんすぐ出したら一発だったらおしまいだよ。だ家で使えば回復してこいや。確かに家で回復すればよかったわ。みんなから嫌われ者や。逃がすか。K 型がメモリーカードのセーブデータを消すときと同じだった。うちはや、かまいそうだせんやな。はい。あ、ごめん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 いやすまんなみんなあっちょ水鉄砲で死ぬかもしれん負けろ頑張れキャンモメ頑張れキャンモメあこいつ空を飛ぶもあんのかそうか空を飛ぶと波乗りダブルかやべこれから人生安泰やんすんめ文明の力みたいなポケモンよ出ないかなマジかマジか逃げろいやマジかよああマジかありがとうございますキャモメミネコポケモン海から吹く上昇気流に乗り、細長い翼を伸ばして滑空する。長いくちばしは餌を取るときに便利。水五郎ジグザグはペリッパー幕の下ハスボリルだから、もうだからシモちゃんは幕の下確定やって。俺幕の下ねな、決まったの。トレーナーもできるだけ避けていこうな。はい。そうですね。うん、急いで行きたいから。これ、クリアするために。これ、詐欺師さん勝てないよな。あ、詐欺師さんお前マジ？やっべこれ。ちょっと一回レベル上げさせてもらってもいいですか？もう出だしたら根性なしやんけ。ちょっと一回レベル上げさせてもらってもいいですか？ちょっと一回レベル上げしますね。レベル3なんだこれ。あ、なんかレベル5まで行くと新しい技を覚えるそうなので、そこまで行くと楽になるんじゃないかなと思いますので、ちょっと待ってていただいてね。やべ、レベル2のジグザグはめっちゃ強いんだが。いけるぞ。いいよ。うわっと。頑張れ。やべ負けるが。おっぶね。よし。よし。レベルが1上がったらこれ楽になっただろう。じゃあ、岩切君2人でピングで応援するしんちゃんのこと。そうですね。じゃあ、俺ピングのパパやってるんですか？じゃあ、俺ピングやるわ。ふりゃふりゃ、よしもう行きましょう。これでめっちゃこれで、あ、いいね。おお、そんな良くないやん。そんな良くねえよ。いいよ。いいですよ、サギさん。致命的ダメージじゃないですか。お前、マジで。もう受けられないダメージだよ。もう、サギさん、全然根性ないやん。致命的ダメージ。いや、でも、よしよし、鳴き声ならいいぞ。鳴き声ならいいぞ。いや、あ、ちょっと残った。よし、でも大丈夫。泣き声だから大丈夫。よし。あー、よかったー。危ねー。うん、やったやな。あー、よし。お待たせしました。よーし。ここ出るん？なんか、ほんで。ここで、ラルトスだっけ。エスパータイプのラルトス。種棒と発棒はそれぞれのバージョンね。そうね。で、波乗りの関係で、岩切くんが発棒確定ね。そうね。ラルトス欲しいな、ラルトス。ラルトス、エスパータイプっすよ。エスパって絶対強いやつやん。サーナイトになるからもう絶対欲しいやつだな。なんなんサーナイトって。かわいいやつ。かわいいやつ。え、お前そういうのなん？そういうのってなる？いや、見た目がかわいいってことね。
ケモナー的なやつなの。いやいや、見た目は可愛い。あの、猫、お前も猫可愛いと思うだろ。でもあれ人型やろ。あ、じゃあやっぱケモナー的な。キショキショ。え、じゃあ俺にくれよ。あ、じゃあキショキショくていいから俺にくれよ。じゃあ、出てた。キショキショ、お前に渡したら余計キショいから。俺保護しような。よーい。はい、スタート。じゃあ捕まえたるぞ。こい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 。いや俺今日冴えてるからな。種棒。あ、種棒や。あ、初棒や。ケムスト。ケムストか。ケムストか。あ、初棒だ。これいただきますね。ずっといて普通に。あ、飴玉だ。じゃあ俺は。ラルトスおらんねんけど。出るんか本当に。でも結構レアらしいですよ、ラルトスは。全然出ないよ。お、やった。初棒、浮き草ポケモン。もともとは地上で生活していたが、頭の葉っぱが重くなったので水に浮かんで暮らすようになったと言われている。アメ玉、アメンボポケモン。危険を感じると頭の先っぽから水飴のような甘い液体を出す。これが好物のポケモンもいるよ。あ、捕まえるかこいつ。あ、出た。女の子。ちょタネボウ、どんぐりポケモン。頭のてっぺんを木の枝にくっつけてぶら下がりながら水分を吸い取っている。水を飲むほど体がツヤツヤ光る。ダルトス、気持ちポケモン。気持ちポケモン。頭の角で人の気持ちを感じ取る。人前にはめったに姿を現さないが、前向きな気持ちをキャッチすると近寄る。俺めちゃめちゃ前向きやったんやな、じゃあ。人見とると急に。また出てきた。全然レアじゃないじゃん。全然レアじゃないじゃん。すごい俺前向きやん。オスのラルトス欲しかったな。気持ちある？あ、聞かれてた。あ、聞かれてた。待たせてた。ほんまに前向きやん。全然レアじゃないじゃん。みんな待たせてんねんで。岩木くん待たせてるからね。ちょ、ごめんなさい、ごめん、ちょっと。岩木くんなんか木の実埋め始めたけど。わぁ、なにそれ。なにそれ。なにそれ。ちょっと待ってって、何今の。何今の岩木くん。こっち繰り返すって、持ってこい。こっち繰り返すって、持ってこいよ。掘り返すの？その知識ない。掘り返せないわ。あー、なんやねんそれ。なんそれ。ちょっと岩切君、状況にしようよ。え、ちょっと、お前ら、ちょっと、はぁ、いや、予習してたの。はぁってない、こっちがはぁやが。あー、着いたー。国戦前。じゃあ、ジム行く？パパのジムがあるんだ、ここに。パパや。ん？なにこれ。ミツル君がポケモンをちゃんと捕まえられるまで、捕まえられるように、見守ってあげなさい。これいわゆるあれか、ポケモンの捕まえ方講座みたいなやつか。あ、それ的なイベントも兼ねてなんですかね。そうやな。一人のポケモントレーナーが誕生する瞬間を届けるわけね。こいつもライバルな。ライバル二人おるってこと。そう、こいつもライバルやね。あ、関わってくるんだ今後も。捕まえたね。持ってるポケモン下役より強くないって。金積みシティの辻というジムリアと戦ってください。なるほどね、なるほどね。あ、こいつはまた後々ね。お父さんは最後の敵みたいな、父を超えるのは最後のジムみたいなことか。せやな。この上はポケモン出る。あ、ここどこ、ここ104番取り争奪戦。マメが出るんだ。あー、取りか。よーい、スタート。よっしゃ。スマメがいるのね、スマメね。クソ全然出ないやんか。なんか全員を自転車送りのゲームで捕まえたる。わー、全然出ないじゃん。取り欲しいわ。取り欲しい。わー、もうマジだ。絶対捕まえたる。お前マジ行くぜ、モンスターボールだ。うわ、2個しかない。あ、頼むやめめかよ。2個とも外せ。見せ死ね、死ね。連打した。今逃げろ。ツバメ、コツバメポケモン。巣立ちを終えたばかりなので夜になると寂しくなって泣いてしまうこともある。森に住むケムスを捕まえて食べる。言いたくないけどどうなのかなって思うけどね、岩切君がその新メンバーとして一発目のね、これやつでそれをやるっていうのは。ツバメゲットだぜ。遠慮って言ったらちょっとあれだけどさ。
よしよしって出た、出たんだから捕まえたらしょうがないじゃん。そろそろリーダー誰やっけなリーダーって誰やっけなもう捕まえちゃってもしょうがないよ、次飛ぶやつまず出てくるやつ、その時捕まえたらいいやろ。だから今遠慮して逃がして譲るっていうパターンもある。なかったことにするってこと、うん、なかったことにするってパターンあるよ。いやそんなんでええの、そんなんでええの、なんで 5歳ぐらい年下なんですよ、お前。じゃあしょうがないでしょ、じゃあスマミ譲りますよって俺、お前恥ずかしくないか。なんか、なんかね、鈴木さん、なんか鈴木さんね、あんまちょっとね。なんつの二人、いい年こいでうじうじしてんの。じゃあみんな、確認やけど、これ協力して383匹、いいこと言ってる。全員で協力して捕まえるっていうゲームやからな。いいこと言ってる。そういう遊び方やから。いいこと言ってる。うん、オッケー、じゃあ行こう、次。よーい。スタート。あい、よし。おい、止めてくれよ、いいよ。いいよ。違うよ。違うよ。何あれ。あれがケムスの進化系か。カラサリスとマユルド。そう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 。キノココだけはどうしても取らないと、何をどんな手を使っても俺はキノココ捕まえるぞ。キノコ強いらしいですよ。そうそう、キノココを捕まえないと俺ジムがきついっていう。あ、来た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 。なんでじゃ、なんでじゃ。やばい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 。ああ、急所当たっちゃった。あの、すいません、ボール買いに戻るってのは大丈夫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 、まず捕まらないよ、あれあれ捕まらないよ、あれ逃げるよ、一発目、一発目逃げるよ、逃げるよ逃げるよ、はい、これが大事なんやんな、次のジムに教えてくれてありがとう。キノココ、キノコポケモン、深い森の湿った地面に生息、落ち葉の下でじっとしていることが多い、落ち葉が積もってできた腐葉土を食べる。いやお前水ゴロいるから、お前水ゴロいるからいいだろ、なんか次岩って言ってたぞ、次岩で、あ、だからそしていらんかったんで、お前はキノコは。あ、そうなんや、さっき言って。マユルド、サナギポケモン、動くと強い体に進化できないので、どんなに痛めつけられてもじっとしている、その時受けた痛みはずっと忘れない。あ、ナマケロ来た。いや、ナマケロの方が良かったな、カラサリスより。カラサリス、サナギポケモン、落ちないように糸を枝に巻きつけて体をさせながら進化を待っている。小さな穴から外の様子を伺う。ナマケロ捕まえました。ガルだな。ナマケロ、ナマケモノポケモン、1日20時間以上寝そべっている。ほとんど体を動かさないので、葉っぱを3枚食べれば1日の食事が終わる。じゃあそうです、もう取り付けない。出て町まで行ってみる。じゃあよし、着いたー。じゃとりあえずもうあれだよな、今までの旅のシステムを踏襲するんやったら、もう今胃の一番にまずジムに行かないかな。あ、2匹やんけ、いけるいける、強くない、あれで14 14 倍ぐらいあるか。え、マジ。あ、マジマジマジ